対決作サクセス118回目は2019年パリーグの最多勝投手日ハムの有原康平とシリーズ2度目の対決やってくぞ。現在の能力はこのようになってます。2019年の活躍があるので基本的な部分をはじめ特殊能力も盛りだくさん。唯一の欠点があるとしたら一発癖を持ってるくらいか。でもその一発癖が霞んでしまうほどの能力と特殊能力なのでぶっちゃけこれが働くことはほとんどなくて、ヤバめな成績を残してくることはもうここの時点で分かってます。現状のパワープロ2019はこの有原、そしてオリックスの山本由伸、ソフトバンクの千賀滉大、この3選手がヤバめな成績残してきてパリーグのタイトルを奪い合う形へっていうものが出来上がってるんで、今回俺が作る選手はその3人に匹敵する選手をまず作らないと対決そのものが成立せずにくっそほどしょうもない対決サクサクセスになる危険性がある回なんですよね。まあでも相手が強ければ強いほど心は燃えるものです。今回必ず有原以上の選手を作って対決勝てるように頑張るわい。対決方法に関しては両選手を関東起用で3シーズン同じペナントで回して一番良かったキャリアハイの成績同士を比較する予定で、持ち込みアイテムに関してはやっぱ関東起用なのでまずはスタミナが大前提必要になるよね。ですからスタミナ強化カードともう1枚は有原並みに特殊能力を手に入れるためにチヤホヤカード、この2枚の組み合わせで有原を超えるパリーグ最強投手作ってみようぜ。レッツ対決サクサクセス。ステージ1番、初期能力はこのスタート、カーブがついている。で選手2人はクモンとあともう1人は村田、どっちもなんかあれやね、あれやあれや、言葉でははっきりと言わへんけどあれやね、あれな投手やね。うわー、そんなあれなやつはあれな特殊能力をくれるやつ、うわーもう最悪、いらない、はっきりと明確にここだけ言わしてくれ、いらへんわこんなんで。出たもういるんよねこういうやつが、毎作サクセス投手の時は必ずミート対応くれるやつ、投手に対してね。いやそれは今やってるあの4割チャレンジで欲しいわ。4割残すためにはミート対応とかが必要になるからさ、あの回であれば本当に助かる特殊能力で、涙を流しながら感謝の言葉を述べるところなんですけど、この対決サクサクセス特に投手ではいらへんよ、求めてないねん、分かれよその辺、使う機会ないやろそもそもパリーグの投手なんだからね。ちなみについた変化球はカットボールですね。今カットボールとカーブを覚えてる状況だ。有原と結構球種は似てるよ。有原もまたカットボールを投げるんでね、カーブは投げませんけど。体力超回復いいね。でここもねオリジナル選手とあとガンダーがいるので、またスタミナパネルがやたらとある、これは助かるぞ。いきなりスタミナ爆上げといこう。最低 B は欲しい、有原並みにね。おお、コントロール7も一気に上げてくれるのか、助かるわ。ちょっと逃げてほしくないんだかな。一回シャッフル踏もう。一回シャッフル踏んでより良い環境作りをしたい。どこ行った、上に行くんかい。まあでもおにぎりパネルと近くのとこにいるからいいなと思ったら、おいおい、これからスタミナ上げるのが本番やろがよ。お前本番前に落としてどないすんねん。宝箱出現、そこね取りに行きます。ガンダ、あもうええ、一旦ガンダ無視して宝箱取って、中身はスタミナ超人伝カード落とした分、こういうところでスタミナを上げていかないとね。え、ちょっともう時間かけさせんなってすごい長い。それでいて持ってるカードかい。お前に会うために費やした俺の体力はどうやったら返却するんでしょうか、教えてくれよお前よ。何しとんねん。おーおーおーおお、今日の運試しステージ発生ということで博士いる、いるよね。ハテナパネルたくさんあるね、会うよね、うん、会いましょう会いましょう。有原並みの投手にするためには賭けが必要。え、しかしいきなりカードを落として持ち込んだカード全て落としたね。この流れからいいことが起きるかと言ったら起きそうな予感はしてないけども、予感なんて関係ねえよ、起きるときは起きる、起きないときは起きないんだからね。まずは博士に会いたいんだが、ちょっとどこ、あそこ、まず宝箱取っておこう。その流れから博士の元に行くよね。逃げないでね博士、逃げないで。ちょっと青が消滅、起こるイベント全部マイナスやけどね。で博士に会って手術はどうなの、どうなの、ああそうなるわな、当然の流れってやつですよね。ああいう流れから、はい、こういうことになって能力下がってこんな感じで、すごいね、やる前より弱くなってるやん。始まりの方がお前強かったで、でもやる気は絶好調で、やる気だけは溢れてるやついるよねそういうやつ。でもそういうやつって報われる展開この世の中ないよ、現実世界ないよ。いやバーチャルな世界だと同じだよ、やる気だけあるタイプなんてね。バーチャルだからこそだよ。オートナー
このペナントではもう能力が大前提必要なんだからね。いくらやる気元気あったとしても能力がなければ結果は出せない。残念ながらその能力は今こいつにはない。新たに追加した変化球は H シュートですね。ただこのままいけば本当回す価値もない対決サクサクセスもうすでになってるから、変えていかないとね。対決にならんわ。上げてくれ能力を。とにかく早い。気分がかなり悪い。あ、これゴールに行けるかどうかちょっと微妙なパターンやね。あー彼に欲をしまった。これ彼はめるしかないわ。どうだ。あ、逃げられたね。あ、よかったよかった。あ、逆によかったです。わざと失敗したわけではないですからね、これもちろんね。よかったよかったよかった、こういう運命になってくれて。で、こういう流れから案外怪物って出来上がるものだからね、期待してよ。飛ばされた位置もここでもちろん体力回復もないので失敗。でもこの失敗に俺はネガティブな感情はないから、むしろこのやる気と同じ色してる俺の顔色、表情してますよ。このままの勢いでいきましょう。持ち込みアイテムはなしですけどね。なんか怪物が誕生しそうな感じしてんぞ今の俺は。初期能力はこのスタート、チェンジアップ変化量1がついていて、それ以外は弱い。弱くて結構。これ栗山監督か。エース選手がより特殊能力を教えてくれやすくなったので助かるぞ。無地パネルも輝くぞ。赤が中心やけどね。前は踏めるだけのパネルをいきなり踏んでいきたいの。体力下がったら赤や。はい、もう、あの流れが止まったんちゃうの。前も何だろう、これほんまに。やめて、人はこれをいじめと言うんですよね。もうふざけんなよマジで。もうさっきの流れは終わっとるやろ。さっきはさっき、今は今だよ。ほんと別の展開を生み出してくれないといい選手なんて出来上がるわけないんだからね。ちょっとなかなかおふざけてますねこのゲーム。まともに選手を作らそうとする意図を感じられない。意図だけでも感じさせて。おう、あかんよ。プレイヤーをいかにはめたのかいじめたのかという、なんかそういう大人の、うん、透けた部分が見えてくるんだ。好きになれないなあんま。大好きやけどね。でどうしようかな。まあでもゴール近辺の青パネル踏んでもここはこれで終わった方が。能力は上げてきてます、ステージ1、2とね。問題は体力です。そこを失ってるので、それを取り返すためのイベントがないといい選手が出来上がるはずもなく。あー、でこれはね、まずはおにぎりパネル踏んで、赤踏むのは痛いけど一回踏んで、で宝箱取って中身は野球人伝で特殊能力カチューン打球反応丸。まあでも特殊能力というのは大前提、能力があって役に立つもの。その能力がないんだからね、これから上げていかないと大変だよ。無人パネルが輝き始めた。あ、おにぎりパネルが追加されたのはいいですね。でもう一回シャックル踏んで、近くに近くに、どこどこどこ、あそこそこそこ、いいね。あー、で変化球、あー、だからこういこうか、こういってこういってこういって、幽霊にもあった流れでチェンジアップの変化量も上げておいて、あ、逃げ玉までゲットして、ほんでこの流れでやる気パネルも踏んで、おにぎりパネルも踏んでだよね。あ、無地がまた輝き始める。わー、でおにぎりまた追加。あ、もう一回踏みたいな、これ。もう一回踏めるかな、運が良かったら。あ、いや、踏める。このまま上行けば踏めるね。じゃあ上行って、はい。体力7、いいね。回復量も多いわ。やっぱね、マイナスが働いた分、これからはプラスの展開が続くと思うよ。杉浦くん、君は、おー、いいね。チェンジアップの変化量がもうすでに4だわ。まあ、でもそこだけ鍛え上げていってて、それ以外の能力上がってる印象ないけどね。印象というか事実上がってないよね。まだ E や F が並んでいて、球速も128キロ。おかしいな、ステージ1と2とこの3の積み重ねが何も生きてない件について。これだと斎藤佑樹にも勝てへんぞ。あー、でこのステージに関しては、いや本当、まずはスタミナ作りからですよ。関東起用なんだからね。関東起用というのはスタミナが切れて肺交代じゃなくて、もう関東させようとする意図的や意図がある起用法なんだからね。だからまずほんとスタミナないと光輝けないよ、それ以外の能力があったって。それこそチェンジアップがえぐいものなければってね。これカレンをはめたいんだけども、こいつ何なんだよ絶妙に。どっか行くんならはよ行けやお前、なんでそこで止まんねん。あ、これあかん、また失敗あるよ。で敵に動いてくれるかなと思ったらね、もうはめるしかない。逃げんなよ逃げんなよ、はい逃げる、また引く、押したら引く、こっちが引いたら押す。対局にいる存在やね、一生分かり合えないというか、交わることのない存在。交わらないから俺はまた死ぬ。はい、本日2度目の失敗。えぐいチェンジアップを投げれる投手が完成しそうになってたんですけどね、また命尽きた。締めはやっぱ最後彼に吹っ飛ばされるという。まあでもこの投手に関してもチェンジアップがすごいだけだったんでね、これもまたポジティブに捉えていいかもしれない。失敗失敗を重ねれば人は強くなるぞ。ちょっと俺はサイヤ人気質なとこあるからさ、死の淵から蘇った時のピーマンは結構強いよ。ちなみに次の変化球はパームだね。だんだん個性的になっていくな、個性派投手になってる。
でもいっそのこと個性派として選手を育成していく方法もありですけどね。真正面から正統的な投手を作るのではなくて、ちょっと有原とは違ったタイプを作る。そしたら出る成績っていうのもまた変化があるはずだから、それもまたいいけどね。ステージ2ではまあこんな感じ。ほんとまずはスタミナから上げていくこと。変化球に関してはシュートボールがついた選手そこにいるのは噂はあっておきたいな。奪三振とかも欲しいんだけど、来い。いやもう来い、1回で来いよ、2回言わせんな来いよね。まあ注文通りの奪三振くれたのはありがたいですけど、無事パネルが輝き始めた。いいね、まだ終わりじゃない、終わらす予定もないわ。んーとできることはたくさんあるから、まずはやる気を上げて。はい、もう気分かなり悪い。あ、そう、あ、悪いんや、病気やね。新型ウイルスかかっとんや、どうしようもない。君はあとはもう力尽きて命尽きていくだけだよ。お疲れ様。うん、しゃあないわ、あの病気は治らない、死の病だ。はあ、体力回復しても気分は回復せえへんね。俺の気分です。こいつは今やる気絶好調ですけどね、プレイヤーの気分としてはもう全然ですね。で、ステージ3、またここまでも能力全然上げられてないというかね、おかしいな。ほんと歴史はちゃんと積み重ねてる、来ているのに対して能力上げられてないのはやっぱ積み重ねられてないからだよ。気になってるだけでね、実際はそんな青パネルも含めてないし、起こるイベントは全部体力減少だしね。やべえわこれ、ほんまにいじめかというレベルでお前体力下げに来とんぞ。このゲームね、上がっても意味ないんだよな、結局下げられるんだからね。おにぎりパネル踏むのが虚しいわ、ここで回復とか意味ないでしょ。で、斉藤佑樹さんはスタミナ4上げてくれる、ありがたいねそれはね。まあでも今のところはクソや。ほんでゴールこの前の赤パネル2つも1回は下がる下がる下がる、もうただでさえお前斉藤佑樹並みに急速遅い投手がさらに下げてどないすんねん。急速だって必要だ、有原の最速が155なんだからね、それと比べたらカスやな。何と比べてもカスや。はい、それでいて青消滅つつつ、こういうゲームです。え、皆さんこういうゲームですけど、やりましょう一緒ね、楽しみましょう、面白いゲームですよ。俺は面白いと思うけど、人はこれを見て何を思うか知らんけどね。あー、ここで赤が青になる。いや、そんなこといらないからさ、普通にさ青を残してくれてたらよかったんちゃうの。なんで消すん。え、そもそも何の目的で消すの、意味がわからんでしょ、意図がわからんわ。何目的やねん、まず消すことそのものはね。消さんでええやん、なんで消したんやろかね。あ、また体力減少。彼はな、もう何がしたいねんお前も。ほんま一生分かり合えない存在だね。ここで金縛りになっても遅いわ、位置が遠いんだから。なんなんあいつ、絶対俺とは真逆の方に行くよね。こっちははめようとはめようとしてんのね、一切はまらない。最終ステージです。このまま出来上がったとしてもクソはクソだけど、さすがに3回連続の失敗はやっちゃあかんと思うんだよね。あ、もういいですよ、対決の勝ち負けは一旦置いといて、選手を作るっていうことを目的にしていきましょう。あ、でもこのまま行けばちょっとゴールに行くことも困難だね。あかんあかんあかん、ゴール一直線に進んでいかないと。おにぎりパネル踏まないとゴール行けないぞこれ。あーと、はい、また彼にロックオン。もうはめるしかないんや、こうなったらね。まず一歩引くよね、一歩引いて、で2歩目も引くよね。これハテナパネルの方行きましょう、もしかしたら金縛りとかあるかもしれないんで。どうだ、あ、まずここで命尽きる。はい、オッケー、3回連続の失敗です。何がオッケーなんだお前、選手作り編終わらない件について。この後お前ペナントで回すんやぞ、そこが本番やねんこのシリーズはね。そこに至るまでにまずゴールにたどり着けず失敗で終わってる、やっべえな。これでもう4度目ですよ、さすがにこれはポジティブに捉えきれないよ、こんだけ失敗を重ねたらね。まあでも失敗しちゃったんだ。次の変化球はスラーブですね、また個性的な変化球を持ってる。ここで回復、ある時に回復してくるゲームなんでね、でない時に下げてくるし、青パネルがたくさんある時に青パネルを消滅してくるゲームなんです。そもそも青パネルを消滅させる意味、何度も問うけどないよね。なんなんその意味、意図はさ、いかにプレイヤーにいい選手を作らせないかってことだよね。うん、その意識が働いてるから青を消すんですよ。消す必要ないもんね、どの目線から見たってね。上げられないんだから能力がね。消す必要なくて赤は消してくれたらいいんですよ。怒るイベントは全部プラスだけでいい、そういう社会なんだから今ね。マイナス的なイベントは全く求められてないんだから、ちょっと考えないとダメだね。このサクサクセスもパープル2012から追加された確か新モードなんですけど、今変わらなきゃダメだわ、ずっと同じこと繰り返してるけどね。それが面白いっていう人もいて、俺はそれが面白いとは思うけども、ちょっと怒るイベントがマイナスすぎるかな。なんか生きてて辛くなってくるイベントばっかなんでね。テンションも下がる、唐突にね、脈絡もなく体力も下がればテンションも下がる、ずっと下がっとるやん。
上がったことほとんどないわ。上がり3割下がり7割それやから選手そのものを作れないというね。ステージ3能力はこんな感じですね今はね。もう繰り返しになるけどもまずは本当スタミナからですね。そこから上げていきましょう。何度目やもう4度5度言うとるぞ。スタミナから上げていこうってそれ何度も何度もやり直しとるから言うね。野球偉人で重い球尻上がり、尻上がりというほどのちょっとイニングを投げれる投手ではないけどね。あーで青追加これはいいね。でどうしようかなこれ。ちょっと待って一回こう言ってこう言って選手に会って青消すなよ頼むから今ハテナが怖いぞ。消すんじゃねえぞ。あーおーいそれどころかノーリノーリーくん、ええー、っす流れが来たかもしれんこれは。でこの流れで一回シャッフル踏ん でもう一回青青青あーまあまあまあいいかいいかいいか一回赤踏んで無事が輝きです。おにぎりも追加いいっすね。あ体力も8回復っすね。楽しくなってきたっすね。でこういってこういってこういくよね。であそこに変化球パネルもあればおにぎりパネルもあるからいろいろとやるよね。やりたいことやって生きていくよね。こういくよねこういくよねこういくよね。で追加でスタミナパネル踏んで球速パネルも踏んでこれで終わっとくよね。いやーよかったわ初めてなんかプラスに出会えたというかね。いいステージだった楽しかった今の空間。あ待て特化パネルがあるなスタミナの。うん本当まずはもうそっからなので、はい、スタミナパネルを踏んでもう全部スタミナ変わりましたのでスタミナを上げていきましょう。ほんとそこが課題や一生の課題や。そこ上げていかんと対決にならん。振動にも会いたいけどねプラスで。おっと宝箱はちょっと。はいそこでお前が来るのはもう神様からの試練だね。今日5度目4度目何度目知らん。もう全部吹っ飛ばされとるけどね。引くなよ動くなよ。あよしはは、いや動くなよ。もう動くんじゃねえぞお前もう動くなよ。あよしよしよし。まあ今のはもうこの時点ではめれたからね。初めてだよちょっと赤踏むのは痛いけどね。まあ、その分カレンハメ成功。それでいて野球マン、いやもうこういう野球マンが近くに来たらいい。いやでも会えない距離ではないよな。会いに行くよねもちろん。いや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 、オーケーオーケーオーケー。選手が今いい壁になっててくれてた。多分選手いなかったらまた右に逃げてる、上に逃げてるよ。危ないとこだぜ。会えた会えた会えた。いやもうそこ、いやもうありえへんありえへん、ほんまにありえへん。なれるやろプロにはね。なんでこの能力でなれへん思うの。心の病やからの一言かな。もう振動逃げるな。もう角まで逃げる必要ないだろお前。もうハテナの方誘導すなや。今怖いねそのハテナが。あよかった怒るイベントはプラスだったね。あとはもうちょっと遠いけどもあのゴール近辺にある宝箱だね。あれ取ったな。あしまった。あれ取った流れで終わってでも最終ステージで能力上げて終わる。変化球超人伝でワーオ。どちらの変化量も5を超えてる。スラムに至ってはもう7だからね。いやいや失敗に失敗を重ねて出来上がるのはちょっと有原とはまた違うタイプですけどね。いい投手が今出来上がってるよこの先失敗がなければね。そこ言っとく。あらかじめ忠告しとく。最終ステージですね。全体的にちょっと赤が多い印象や。どうしようかな。このまた特化パネルがあるから、いやもういいかな。やっぱスタミナに関してはもうこのままいけば B は確実に超えるから、そこじゃなくてやっぱそれ以外の能力をもっともっと上げていかないと足りない部分が多すぎるね。球速もそうだし、この変化量であれば球速150あったら見える世界が変わってくるよ。140か150かでは全然違う投手になると思うわ。だからできれば150をいきたい。超スローボール、ただのボールを手に入れる意味ってあったかな今このタイミングで。あんまないと思うけどね。君は手に入れたんだ。へえ。でスタミナ B の70で、でカレンの登場。あ待ってお前これあかんな。ちょっと待てよちょっと待てよこれ怖いぞ。いやもうちょっと待って、どっか行けや、横動けや、そこうろちょろすんな頼むから。これはどう、あ待てよ、どうだこっち来るか。いやもうなんでそこで引くねん、来いよ。いやなんでそこで止まんねん、もうほんまに鬱陶しい。何がしたいんやこいつ。もうとにかくおにぎり踏むよね。で体力10回いく。もう下がらなければゴールにはいけるから、よしよしそれどころか上がるわ。よしよしよし。ただね、もっとエンジョイしたいんだよ、このステージを。うわ、スタミナ下げんなよ、ここで。球速だってもっと上げてーぞ、終わりたくないのね。金縛り、このタイミングで位置が遠すぎる宝箱に関しても。いや、難しいね。あー、どうだろう。カレンハメ、いや、多分行く最中に。いや、いかん、迷ってるね。もうさすがにこれ以上の失敗積み重ねるわけにはいかないから、もうやめとくわ。ギャンブルはいらない。それよりももう確実を終わらしていかないと。体力的にね、あこれ特化パネル踏んで急速に変えて、まあでもこれ以上もうハテナ踏むのもちょっと怖いしね。やっぱりもうこれ以上のギャンブルはやっちゃダメだと思う。
あまりにも長くなってるからね、選手育成が。体力は余ってますけども、ここで終えておきましょう。妥協です。これから両選手を共に関東起用で3シーズンペナントで回していきますが、まず1回目は有原ローテーション1番手、僕の選手ローテ2番手で、2回目シーズンは反転して僕を1番手にして、そして有原2番手で、3回目は元通りにしてまた1番手2番手といった繰り返しでペナント回していく予定です。最後妥協こそはしたけども、ただその中で出来上がった選手というのはかなりいい選手で、ぶっちゃけこの能力を見る限りどっちがいい数字を残してくるかっていうのは予想できないよね。やっぱタイプが違う中、僕の選手も変化球特化型で、まあ悪いものもついてないし、特殊能力も必要なものは全部身につけているので、有原と変わらない数字、いや なら有原が残せないような数字というものをこの関東企業で残してきたって不思議じゃない。まあ3シーズン回すわけなのでね、3シーズン全てにおいていい成績を残すこと、それが一番の理想だわ。その理想を叶えておくれ。こんだけ失敗を積み重ねたんだからね、せめて対決くらい俺は勝ちたいよ。その気持ちはある。結果としてどうなるか、これからやっていきましょう。まずは1回目シーズン開幕ジャイ。両選手の1回目シーズン終了。成績オープン。防御率、あれあれあれ、すんごい大きな差がいきなり生まれた件について、有原 2.17 に対してサクサク118は 3.25、 1以上の差が生まれる対決に、え、なっとんの。もうね、俺こんな差生まれるとは1回目から思わへんかったけどね。でも生まれたんだ、確かに生まれたんだ。誰が産んだんやこれ、誰が口から卵を産んでこれが出てきたんや、ふざけるなよ。おい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 、チャンスはまだあるからね。これで全てが決まったわけじゃないけど、正直この数字の差をひっくり返せるかと言ったらどうだろうね、厳しいと思うが、まあ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 、一通り見ていきましょう。まずは登板機会は同じですね、共に24試合。本来ローテ1番手2番手だったら25試合あるはずなんだけどね、以上は。ただなぜか共に1試合少ない。それはどっちともローテを外したからかな、怪我の影響で。まあその中防御率は 2.17 と 3.25、 投げてるイニング数はこっちの方が多いけれども、その差防御率1があるのであれば、ここの話は意味がないかなと。でまあ内容結果の違いがあるから、勝利数の部分も差があって勝率の違いもあるのは当然な話だよね。で完封数では僕の選手1個に対して有原0、関東でも5個と4個で、実はサクサク118の方が多いんだ。ただこの辺だね、 1QS とか QS 率、まあ明確な差があるわな、試合を作る能力、成績、結果という部分ではね、そこに差が生まれ、あと三振率の違いも大きな差があって、フォアボールを与える率に関してはこっちの方が高いが、ただ基本塁打、あ、これもこっちの方がいいね。被安打率に関してもそんなに大きな差があるわけではない。あーでも得点圏や、対ピンチのピッチング有原が良すぎる。でまあサクサク118が、まあ能力の割にはちょっと打たれてるという印象かな。対左も似たような数字で、ウィップは 1.15 と 1.09 と、出してるランナーの数って大きな差はないんですよね。でもなんで防御率でこんな大きな差が生まれたかというと、やっぱり効率よく僕の選手が有原以上に失点を許してるから。単体に見たら数字は悪くないけど、有原と比較してやっぱそこの部分に差があるからこそ生まれた1回目シーズンのこの大きな差じゃないかな。年間表彰式でタイトル受賞できたかどうかも見ていきましょう。有原ベスト9、ゴールデンクラブは枠さんで、個人タイトル沢村賞は該当者なしか、マジでこれ珍しいパターンだね。で個人タイトル最優秀防御率は有原が受賞してる。でロッテの石川が珍しく勝率1位と最多勝のタイトル受賞してるよ。いつもだったらこの辺こそ有原とかね、千賀とか山本が分け与えるというか奪い合うんですけどね。ただ千賀山本なかったよね、受賞したタイトル。有原は一つあったけどね、防御率ランキングではもうダントツのトップですわ。勝率では16勝を挙げた石川歩夢がいる。まあ防御率とかもいいよね、内容もいいから結果も良くて、だからタイトル取れたってことか。まあ、俺の選手は何一つかすってないよ、こういう数字を残したんでね。だからさっきも言ったけど、1回目からいきなり大きな差があってタイトルホルダーか、まあローテ2番手だといいと言えるようなやつかの違いが生まれた1回目シーズンはこれにて終わり。
次の2回目シーズンはさっきも言った通りローテーションを入れ替えて1番手サクサク118、2番手有原にしたいと思います。これにもよってさっき以上に勝ちづらくなったよね、サクサク118は。その分有原はローテ2番手同士の投手と対決するわけなので、まあ、勝ちやすくなる利点がある。こっちにはそれがないからね。でいきなり1回目から追いかける立場に変わった以上は1回目よりもはるかにいい成績を残さないとこの対決を制すことはできないんだから、さっき以上にいいパフォーマンスをしてくれることを願いペナント回していきましょう。2回目シーズン開幕ジャイ。2回目シーズン終了、成績オープン。この防御率の時点でもうさっきに勝ててないし、今も勝ててないからね。現代の有原にも勝てず、過去の有原にも勝てない程度の成績を残すのは必要ないんだよ。でも君は残してきた。それが君の限界なのか。苦労して苦労して最後はちょっと妥協したけどでも作ったんだから、もうちょっといい数字を残してくれよ、頼むから。もう流し目でいいでしょうね、この成績の確認は。登板機会は1試合の差がある。まあ、その中投げてるイニング数に差が生まれているのは、これは登板機会の差ですね。でもその中防御率が 2.46 と 2.94。これは次は 0.5 だね。さっきよりは半減してる。さっきは1以上の差があったけど、今回は 0.5 でもある時点であかんねん。せめて防御率だけでも上回れっちゅう話やね。でやっぱローテーションを変えたことによって有原に関してはまあこういう数字ですから勝ってるし、で僕の方はもう防御率の割にはあんま勝ててない。それやっぱねローテ1番手同士の投げ合いが多い、パリーグのエース同士との対決だね。それによって勝ちづらくなるんですよ、ローテーションを入れ替えると。だから俺としては別にローテーションを入れ替えたことによる旨味ってやつはないんで、変えない方が良かったな、こんなだったらね。あーで次は完封数で有原の方が上、関東でもそうか。うわーもうここの部分でこんだけ差生まれてたらあかんわな。それ以外の数字を比較する意味は本当ないですよ。僕の選手はもう間違いなく明賀君さっきよりも数字は良くなってるね。良くなってるんですけど、ただ今同じペナントで回した現在にいる有原にも勝てないような数字で、それでいて過去のねあの有原にも勝てないような数字を叩き出してしまうっていうのはよろしくはない。何の意味もないんですよね。これでは勝負は3回目、ラストシーズンでつくでしょう。ローテーションを元通りにして再びペナント回していきます。サクサク118の立場からしたら有原が残したあの1回目のキャリアハイ以上の数字を残さないと勝ちがない。大体あれがキャリアハイになるかどうか分かんないよ。3回目有原がもしかしたらあの壁を越えてくるかもしれない。越えてくる可能性としては結構高いと思うけどね、安定感がある有原ですからね。対してこちらはね、まあ確かに1回目から2回目と数字の成長は感じられたが、ただその程度なんです。もっと爆上げしないと勝てないんだから、最後にその変化球を生かして最高の成績を残してくることを信じて、あとはペナント回すだけ。ラストシーズン3回目開幕頼むぞ。ラストシーズン終了だ。最後の成績の確認はパリーグ投手ランキングから見ていきます。キャリアハイの有原以上の防御率を叩き出しているのであれば確実に一番上に名前があるはず、てかあってほしい。そう願ってペナント回したんだからね。ピーマンの願いは届いたのか、成績確認といきましょう。オープン。どうだ、一番上にあるのは千賀の 2.16、 その下 2.54 の有原、そして俺の選手 3.19。 うっそーん。でまた千賀くんヤバめな成績残しとるね。なんすか、来年からメジャーリーガーになる人の数字じゃない、誰もが行けと言うでしょう。さすがのソフトバンクでも止めれんでしょうね、こんな数字を残されたら。全ての話題をもう千賀に取られたね、エンタメを。もう有原も俺も注目する必要ないよ、この時点でキャリアハイじゃないこと共に確定なんだからね。だからもう、まあスルーして千賀の成績見ていきましょう。まず登板試合数が29試合とMLB 並みに投げ出されてるじゃないですか。その中は防御率 2.16 と登板機会に結果で応えて、それで投球回も多いわな、投げる力もあるし機会もあるから。それにて23勝を挙げてたったの3敗しかしてなくて、勝率も8割8分5。現代投手で20勝以上挙げた投手ってそれこそマー君くらいまで遡るよ。あの時は無敗でしたけどね、まあ、それに次ぐ勝利数だわ。はあ、令和の時代でこれをやるのは怪物やな。完封4で関東16、この時点で沢村賞確定で、 QS24 個、 HQS17 個で、奪三振284個で、あわや300奪三振までいきそうになってるという
でね、有原も取ってるんですが、もうこの怪物がいる以上はやはり有原も俺もそれ以外の選手もみんなスポットライトは当てられず、こっちばっかり注目いっとるわ。かーえげつないわ。フォアボールが多くてね、デッドボールも12個と多いんだけど、四死球率も高め。ただそこから打たせないんでしょうね。やっぱ三振取れるっていうのはこの時代だと絶対的にいいことだね。三振取れるピッチャーがやっぱトータルの数字もいいもん。バットに当たれば野球というのは何かが起こるんだからね。あ、ホームランもそんな打たれてないし、被打率も低いし、得点圏だとさらに低くなるし、左にも打たれてない。ウィップに関しても 1.06。 恐ろしいな。こういう数字を残す投手を作りたかったな。でもこういう成績を残す投手というのはやっぱ千賀並みに、まあ、それ以外の部分も必要ですよ。例えば制球能力がなくともフォークというね、お化けフォークという武器があって、球速も100マイルボーラーで特殊能力も持っている。赤徳とかもあるんですけどね。だからこそフォアボールが多かったりするんですけど、まあ、でもそれ以外の部分で補ってるやん。俺の選手で言うと確かに武器になる変化球はあるけど、それ以外がねやや物足りない。全てにおいて特殊能力もやっぱもっとつけたかったし、球速もコントロールももうちょっと、例えばね、ほんと150あれば見える世界が違ってたと思うわ。有原と同じ視界で世界を見渡せられてたと思う。でもね、あと3キロ足りなかったことが今のこの現状を招いてるって感じかな。僕の選手のキャリアハイに関しては2回目シーズンですね。勝ち星にこそは恵まれてはないけども、ただそれ以外の防御率の結果の部分、また内容の部分では一番いいシーズンなので、ここでいいでしょう。ただ有原に関しては人によって主観によって変わってくる。どこがキャリアハイなのかというのはね、ま、でもやっぱりタイトル受賞していて、それにて防御率が一番いい、1回目シーズンがキャリアハイということで、共に2選手のシーズンは終了です。共にペナントで残したキャリアハイの成績を比較すると一目瞭然です。片や、まあ、リーグトップクラスの投手ではあるけども、そのトップ層の中でも下層にいるのが俺の作った選手。対してタイトルまで取って、それにて防御率もいい有原さん、こっちはトップクラスでありトップなんです。トップクラスのトップでタイトルホルダーなんです。その差が全てです。細かい比較はいりません。今回の対決の勝者は有原、そして俺の負け。今回は対決の時間より選手を作る時間の方が長くなるという通常とはまた違った回になりましたね。そこからして苦戦してたんだもんね。その中出来上がった選手はそこそこに良かったが、まあこのレベルではパリーグ最強投手タイトルホルダーの有原に勝つことはできないというわけで、今回の対決敗北で終了です。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググッバイ、またも。